「呪われた山」「今は都会へ引っ越してきてるんだが子どもの頃村に住んでた時の話俺んちの裏には山があった何の変哲もないただの山なんだが詳細はそうでもなかったその山は村で呪われてると噂されてたんだ」 だから、両親や祖父母からは絶対に行くなと念を押されてたし、俺もさすがに行かなかったんだ。なんでも山に入るとそれを機に良くないことが起きるらしい。それか山の中で遭難というか神隠しに会うらしい。村では有名な心霊スポットであり、誰も行かない心霊スポットでもあった。 でもそんな中一定の人間だけは山へ行くことがあったそれはいわゆる旅行客おそらくこの村内だけの噂だったんだと思う山が呪われてるっていうのは村には何のお土産もないし正直一て、なぜこの村に旅行客が来るのかそれが何とも疑問だったそして 山へ行くことも疑問だった。しかしだ、旅行客は山へ入って何も起きなかったのかのごとく降りてくる。いや、実際何も起きなかったんだろう。旅行客が言うには、山の奥に廃れた神社があるそうだ。他の旅行客も口々にそう言ってたから、本当なんだろうなと俺も思った。 某日、学校で友達が山の奥の神社の話を俺にした。友達が疑問に思ったらしい。なぜ神社がある山が呪われているのかと。俺も言われて気づいた。確かに変なもんだと思った。そこで友達は提案したんだ。山へ行こうってね。多分、 その時の俺に恐怖心なんてものはなかったと思う。なぜなら旅行客は誰一人として無事に戻ってくるからだ。きっと呪われてるなんてのは迷信なんだろう。俺と友達はそう結論づけて放課後山へ行くことにした。俺は懐中電灯、虫除けスプレー、おやつを持って行った。あれだな。 神社でおやつにしようぜって話になったんだ友達も俺ん家に来て山へ入ることになったもちろん親には言わなかったまあ結局山へ入るときも何の異変も感じなかったんだ多分気分がハイだったからかもしれないが放課後ということもあり日も沈みかけていたんだ こりゃおやつ食う暇なんてないかなと達観してた俺と友達は無事神社へ着いたでもここに来てやっと俺たちは後悔することになったんだ神社のちょうど社の奥から何かが覗いている気がしたんだそこで俺たちは固まった覗かれている気がしただけで実際に覗かれているかは分からなかったんだけど 気分が悪くなった。友達は顔が引きつってた。逃げようと思い、キビスを返そうとしたら体が全く動かなかった。やばいと思った。呪い殺されると思った。でも体が動かず頭がクラクラする。するとどこか遠くの場所でゴトンと音がした。金槌を地面に落としてしまったような音がしたんだ。 そこで金縛りが解け俺はすぐさま友達の手を引っ張り逃げ出した途中何度も木の根に足をすくわれた転びはしなかったが転んだらおしまいだろうと思ったふと気づいたさっきまでほのかにまだ明るかった空が闇に包まれていることに恐怖心は肥大し異変に気づいた 後ろから何かが追ってくるように感じた。いや、追ってきていた。ガサガサと草をかき分けるように確実に俺に近づいてた。追いつかれたら死ぬと直感した。後ろをちらっと見たんだ。そこには見るもおぞましい謎の黒い猿が追ってきてたんだ。目が血走っていた。死ぬ死ぬと思いながらなんとか山から抜ける。 黒い猿も追ってこなかった。はあ、とため息を吐いて、震える手足でなんとか家に帰った。というか、家はすぐ目の前だったしな。その夜、家のみんなはなぜか暗かった。特に祖母は何かブツブツつぶやいてた。お経だったのかもしれない。 もしかしたらばれたかと動揺したが別に何も言ってこなかった。飯を食い終え電話が来た。俺は未だ山での恐怖を忘れられず母から離れなかった。電話の内容も聞こえた。そこで唖然としたんだ。電話をかけてきたのは俺が山へ一緒に行った友達の母親からだった。 マサトが家に帰ってきていない、そちらにいないかとのこと。もう何が何だかわからなかった。俺が恐怖で山を走り降りているとき、手を握っていた友達はいなかったんだ。つまりどういうことか。友達は山で神隠しにあった。それも俺のすぐ近くで。 俺は何も言えなかった。母が知らないかと聞いてきても知らないとの返答。と。んでもない嘘吐きだった、俺は。電話は終わった。友達の母は泣いてたそうだ。罪悪感が俺を包んだ。今へ戻るとおばあちゃんが俺を睨んできた。 そして開口一番に山へ行ったのかだった俺はなぜかうなずいてしまったそうせざるを得ない気がしたんだするとばあちゃんは老体と思えない素早さで俺に飛びついてきたどうして入ったあそこは呪われているお前は疲れた時期取りに来るぞ そうおばあちゃんが言った「取りに来るとはあの猿のことなのだろうか俺の恐怖心はマックスだった」「お前の友達も言ったんだろその友達はお前の身代わりになった」「そこで俺は気を失った」 友達が身代わりになったと聞いて目の前が暗くなった。それから今へ戻る。俺には何の異変も起きなかったのが幸いである。友達には謝って謝りきれないほどだ。呪われている山、その山と村には一つ関係があった。 住んでいた村は昔人食いの村だったそうだ。今となってはそんなものは迷信に近いが、はっきり言うと呪われているのは村の人々の方だった。つまり俺も。人食い人種の汚れた血を今なお濃く引き継ぐこの村は神聖な神社にとって嫌われてる。どういうことかばあちゃんに聞いたところ、 山の神社の守りが強すぎるそうだ。あんな廃れているようでも効力は健在らしい。つまり呪われている人々があんなところへ近づけば良くないことが起きるのは当たり前。だから旅行客に異変はなかった。友達は俺の代わりとなり、俺には異変が起きなかった。 結末はこうだった。最初から山など呪われていなかった。あの猿のようなものは山神か何かかもしれない。俺は正月やお盆でも村に戻ろうとは思わない。多分、次に行ったら本当に死ぬかもしれないから。